おはようございます。今日のお話は定時制高校の校則について話していきたいと思います。この話は、自分が高校の時の校則に関して面白い話があるんでちょっと話します。結構、いろんなことをやると、定額ってあるんだけど、例えばうちの学校で実際あったんだけど、シンナーを、吸ってたり、またはシンナーを、学校内で一斗缶で移して、小分けにして売ってても、定額でした。でもなぜか知らないんだけど、暴走行為はすごく厳しかった。ちょうど昭和55年から59年、の前後、まあそれど真ん中かもしれないけど、暴走族がすごく多かったです。土曜の夜になるともうすごい量が、量の、バイクが走ってましたね。暴走行為を繰り返してましたね。なんで、暴走行為で暴走行為をしたっていうだけじゃ捕まんないんだけど、例えば、警察に捕まったってなると一発退学、厳しかったね。だからバレないように走ってたのかなと思うんだけど、あとは、ステッカーを持ってきたら退学。すごいよね、当時ステッカーとかあったんだけど、それを持ってきただけで退学。あとは、当時写真集とか出てたんだけど、その写真集に載っても、載っちゃった場合退学。あとはね、自分なんだけど、モンキーを乗ってたんだけど、モンキーで友達が、バイクでぐるぐる回ったら面白いからって言って、体育館を俺ぐるぐる回ったんですよね。そして結構面白かったので先生が来て逃げたんだけど、俺ってバレちゃって、それは定額だったな。でも定額、定額、これ退学だよね普通ね。なお面白いな。で話変わるけど、そのシンナー吸ってた子が、まあイケイケだったんで、なんかね、チンピラみたいな格好してシンナー売ってたりなんかしてたんだけど、それはそれでいいんだけど、その人が卒業したのかな、定額だったのかちょっと覚えてないんだけど、自分が卒業してから、卒業後街で会ったら、そんなチンピラみたいな格好したような人がびっくりした。ジャージ着てたんだね、ジャージ。だからまあ、スウェットじゃないよ、ジャージジャージ。だから部活動をやってる生徒のが着てるようなスポーツしてるね、そんなジャージを着てスニーカー履いて、すれ違ったからすげえ変わったなと思って、どうしたのかなと思って、したらなんか喉乾いたして豆乳飲んでたね。でなんでそんなの飲んでんのっつったら、いや体にいいからって。いやお前か在学中体悪いもん吸ってたし売ってたじゃんっていう話なんだけど、まあ今日の話はそんなもんです。以上です。